アン4 0 0は、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造を販売していたクルーザータイプのオートバイ。単純に、川崎アン4 0 0と表記の場合には、アン4 0 0 c 型の国内版、アン4 0 0のみを指す場合がある。本校では、マイナーチェンジによる名称変更や排気量を拡大された上位機種を含め、アンシリーズとして解説する。 空冷にバルブ並列に気筒エンジンを搭載する Z400 の派生車種 Z400 リミテッドの後継機種にあたる。新開発の水冷4ストローク DOHC4 バルブに気筒エンジンは1984年に発売されたスポーツツアラーの GPZ900R と同様の手法で水冷化されておりロードスポーツモデルの GPZ400S に搭載されたエンジンと 基本的に同型となる。GPZ900R のペットゲームになぞらえて、ハーフ忍者と呼ばれた、このエンジンは、後にロードスポーツモデルの EX-4 や、デュアルパーパスモデルのクレイ400にも搭載された。日本国外仕様の輸出専用モデルとして、アン4 0 0の排気量拡大版となる、454リミテッドがある。454リミテッドは、1990年に、 ベルコン500へ更新され、さらに1996年にベルコン500リミテッドへと更新された。なお、アン400も短期間であるが、日本国外へ輸出されている。水冷4ストローク DOHC4 バルブに、気筒エンジンを搭載するアメリカンバイクのアンシリーズは、輸出専用仕様の排気量拡大モデルも含め、バルカンシリーズとも関連する形でラインナップされた。 マイナーチェンジごとの名称変更や排気量の拡大などがあるもののシリーズ車種としてはおよそ20年にわたり生産され続けたロングセラーとなった1980年代半ばから1990年代半ばにかけてのほぼ同時期において DOHC4 バルブ4気筒エンジン搭載のエリミネーター400と並行してラインナップされていた案は e ージー Ride のチョッパースタイルを試行し、エリミネーターは、ドラッグレーザーをイメージさせるスポーティーなクルーザーと、それぞれのシリーズで差別化が図られていた。1995年にバルカン400が登場すると、共に、同時期より、川崎のクルーザーモデルが、バルカンシリーズに集約されていき、400cc クラスにおいてもラインナップを VNK バルカンに統一。 同クラスの案及びエルミネーターは、両シリーズとも生産終了となった。川崎454リミテッド、ハット BBB ザヒストリー川崎 GPZ400S 概要、BBB ザヒストリー川崎 EX4 概要、BBB ザヒストリー川崎クレイン400概要。ありがとうございます。